さあそして向かいますはアブドラザブッチャー。小川は早くも花道の奥をじーっと見つめております。場内はブッチャーコール、ベースのサウンドが鳴り響きます。場内期待とそして不安恐怖に包まれました。今宵は黒い頭巾です。おーっと早くも花道で結果消しかけた小川よしなりであります。花道です。アブドラブッチャーがその花道の奥カーテンから姿を現すやいなや小川よしなりがくってかかりました。これは西方向の階段席、西方向の階段席です。お気をつけください。お客さんが一斉に逃げ出しました。西方向の階段席です。お気をつけください。お気をつけください。さあここからはちょっと正確な状況把握は難しいところでありますが、さあブッチャーがどうだ、ああ椅子を取り出しました。ブッチャーが椅子を取り出して小川の頭を狙ったんでしょうか。そしてブッチャーがようやくリングサイドに姿を見せました。この炎のスキンヘッド一転して形勢逆転です。アブドラブッチャーのペース、あーっと放送席脇です。放送席脇の客席、これはお客さんがピンチの状況となってまいりました。そしてアブドラブッチャーが徐々に馬場さんのいらっしゃるこのコメンタリー放送席に近づいてまいりました。小川よしなりの頭をしっかりと、そして鉄柵です。鉄柵もういいようにしているといった感じです。アブドラブッチャー、そして不十分な体勢からも地獄突きを放つようです。あーっと小川の額が早くもパックリと割れました。小川流血です。小川よしなり流血、早くも顔面が真っ赤にしなれております。放送席前、アブドラブッチャー今一瞬ジャイアントババさんと目を合わせました。ああ地獄突き、地獄突き、ああ再び再び、ああ大きく大きく後方に倒れ込みました大前をしたり、ああこれは悲惨な状況、凄惨な戦いとなってしまいました。大前をしたりなすすべもないのか、なすすべもないのか、十分なスタンディングポジションを取ることができません。うわーもう額から流れるおびただしい血がもうショートタイツ胸のあたりまで、いやお腹のあたりまでこぼれております。さあようやくリングサイド放送席、あー放送席前、放送席前であります。あーとそのパックリと割った額に地獄つき、地獄ローアングル、ローアングル地獄つき、あーもだえ苦しむ、もだえ苦しむ小川よしなり、場内小川コール、場外小川コール、小川コール聞こえているか、あーっともう額からはおびただしい血液であります。馬場さんものすごい試合になりました。そしてアブドラブッチャーが改札席にいるジャイアント馬場さんを超つっております。目をランランと輝かしております。このサマーアクションシリーズ2、この夏にかける意気込み、ブッチャーの意気込みがひしひしと感じられる。ものすごい地獄突き、馬場さんこんなに血が出て大丈夫ですか。小川、まあ、大丈夫じゃないですけどね、大丈夫と言っていいのかね、はい、それにしても、まあ、これ以上出てこなきゃ大丈夫でしょう。ああそうですか、いやこんなに流血した選手との私初めて見ました。小川今度本部席の前です。本部席の前、ブッチャーが後を追います。そして上からジョップ、本部席のテーブル、本部席のテーブル、まずはこれで引きたいんだ、胸に落としました。さすがにこの外国人ヒールのトップレスラーアブドラブッチャー、いやーものすごいパワーです。馬場さんここに来てまたまたブッチャー健在という感じですね。まだまだね。そうですね、まあ最初小川が突っかけていきましたからね、はい、その小川のファイトは見る勇気あっていいことなんですけども、今馬場さんの方に見せつけるように、今ああそして目玉さあ小川反撃か、小川反撃か、ああトゥータチゴチキ、ああそして血が飛び散る、血が飛び散る、ものすごいおびただしい血液だ。
ロープに、そしてキャンバスに血が飛び散っております。今馬場さんの方を 見ながら小川を攻めました。これバックドロップです。十分に輝き上げた体勢からバックドロップ、おびただしい血液、じーっと馬場選手の方を見ております。じーっと馬場選手、さあそしてさあニュートラルコーナーにへばりついた。地獄への水崎案内人アブドーラブッチャージャストリーカウント3毒針エルボード、いやしかしカウント3を取るやいなや、ジャイアント馬場選手をしっかりと見つめております。瞬き一つしないこのブッチャーの表情、馬場さんの方をじーっと見つめております。馬場さんをじーっと見つめております。馬場さん、ブッチャーずっとこっち見てますね。勝負タイムがあっという間の出来事、3分と55秒でありました。さあジャイアント馬場選手はブッチャーと目線を合わせたり、そして時には反らしたり、しかしブッチャーはじーっと馬場選手のを見ておりました。おーっと、福田明彦レフェリーに、そして試合は終わっている。試合は終わっているにもかかわらず2連発、小川が完全に伸びております。小川が完全に伸びている。ブーイングを真っ向から受けてもなお元気満々アブドラブッチャー、おー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 、アブドラブッチャー毒針エルボー3連発か。さあどうした、さあどうしたブッチャー。リチャード・スリンガーに地獄突き、アブドラチャーやりたい放題だ。このプロレス空間を思う存分かき乱しているアブドラブッチャー。さあこのまま、放送席馬場さんとこ、リチャード・スリンガー、さあ馬場選手の点数を超えようとってこと、場内ババコール、馬場選手は足がしっかりと左腕で椅子を掴んでおります。そして花道、リチャード・リンガーだ。そして西サイドの階段席、西サイドの階段席、お客さんが逃げ回っている。あまりの恐怖のあまり逃げ惑っております。アブドラブッチャー、若干呼吸は乱れておりますが、アブドラブッチャー、この夏も危機健康といった状況。さあ、この小野スキンヘッド、ようやく花道の奥に下がりました。